みなさんこんにちは、まめです。今回はこちら、ツイッターのお話をしたいと思います。少し前にイーロン・マスクがツイッターを買収したことはご存知でしょうか。それ以降、ツイッターがニュースにめちゃくちゃ取り上げられるようになったわけですが、その理由の一つがイーロン・マスクが行おうとしているツイッターの改革なんですね。どんな改革をしようとしていて、これからのツイッターがどうなっていくのか、ある程度全貌は見えてきたわけですが、その内容がパッと見ただけではわからないややこしいものになっているので、今回僕の動画でわかりやすくご紹介していきたいと思います。それでは早速いきましょう。今回変更される一番大きな目玉となっているのがこちらの青いバッジ、認証バッジとも呼ばれていますよね。このバッジが大きく変わります。どういうことかというと、今までのバッジのイメージって有名人や企業についているというイメージがあったかと思いますが、それが変わります。そもそもこの青いバッジの目的は、有名人になりすまして悪いことをしようとする人を防ぐためのものでした。この青いバッジを見て本物のアカウントと判断してフォローしていたという人も多いかと思います。ところが、ツイッターを買収したイーロン・マスクは、ツイッターの収益構造の改善、それから以前から問題視されていたスパムへの対策として、今までの青色のバッジは廃止することを発表しました。どういうことかというと、これからの青色バッジは、有名人の証ではなくて、ツイッターブルーと呼ばれる新たな課金サービスの証として使用されるようになるんですね。ツイッターブルーとは何かというと、月額8ドルで加入することができる課金サービスのこと。青色のバッジをもらえたり、ツイートの編集機能、フル HD での動画のアップロード、表示される広告数の半減、長時間動画の投稿などなど、無課金ユーザーでは使えない便利な機能を利用できる課金サービスとなっています。この課金サービス、ツイッターブルーに加入することで、これからは誰でもこの青色のバッジを自分のアイコンにつけることができるようになるわけですね。これがこれからのツイッターの大きな変更点となります。今まで有名人や企業にしかつけられなかった青色のバッジを、お金を払えば誰でも使用することができるというわけですね。で、ここで問題となってくるのが、なりすましの問題。どういうことかというと、お金を払えば誰でも青色のバッジをつけられるということは、誰かになりすまして青色のバッジをつけて悪用する可能性があるということ。これについてはしっかりと対策が取られていて、ツイッターブルーを申請するには事前の審査があるようです。電話番号の認証だったり、ツイッターのアカウントを登録してから90日以上経過しているアカウントでなければ、ツイッターブルーに加入することができないようになっているようですね。これでなりすましの対策ができるというわけ。ここまでをまとめると、青色のバッジは有名人の証ではなくて、これからは健全な課金者の証、それからツイッターの特別な便利機能を利用できるものという意味に変わります。フォロワーが数人という方でも、これからは青色のバッジをつけられるようになるということですね。それから新たにこちら、金色のバッジも登場しました。企業向けの認証バッジとなります。今までの青色のバッジから置き換わるもので、課金してもつけられるものではありません。それからもう一色、灰色のバッジというものも新たに追加されます。これは政府機関向けの認証バッジとなっていて、これも今までの青色のバッジから置き換わるものになります。課金をしたからといって金色のバッジや灰色のバッジはつけられないということになりますね。それからもう一つ、ツイッターが大きく変わるポイントもご紹介しておきます。それはツイートの文字数の変更。今まで日本語だと140字までという制限がありましたよね。これがなんと、これからは2000字までツイートできるようになるそうです。具体的にいつから2000字になるかはまだ発表されていませんが、イーロン・マスクがツイッターで公式に発表しているものなので、今後変更されることは間違いないと思っていただいて大丈夫かと思います。以上、いかがだったでしょうか。今回ご紹介した内容をまとめると、1つ目は認証バッジの大きな変更、ツイッターブルーという新しい課金サービスの誕生ですね。それから2つ目が字数制限の変更、140字までの字数制限が2000文字までと変更されることになります。
個人的には2000文字まで入力できるのは嬉しい反面、140字の範囲に抑えるように内容をシンプルにしたり分かりやすくしたりと、短いからこその良さがなくなってしまうのは少し寂しい気もしますが、2000字まで使えるようになることで新たな使い方や新たな面白いツイッターアカウントが出てくることも非常に楽しみにしています。それではまたお会いしましょう。